アンリ・ミュレはフランスの作曲家、オルガニスト。ミュレはパリのモンマルトルに生まれた。彼はサクレクール寺院で働く、父の助手として教会でハーモニウムを弾くようになる。彼の母もバシリカのハーモニウム奏者であり、そこでピアノやオルガンの指導も行っていた。当時のバシリカは建設途中であり、近く大オルガンの設置が予定されていた。 ミュレは1893年にジュール・デル・サールのチェロのクラスで一等賞を獲得した。パリ音楽院においてはラウール・プーニョとグザビエルルに火星法を指示、1896年に一等賞となった。オルガンはアレクサンドル・ギルマンとシャルル・マリー・ビドールに指示し、1897年にはこの楽器で二等賞に輝いている。 パリではいくつかの教会のオルガニストを歴任し、ルイ・ニデル・メイエールの音楽学校やスコラ・カントルムの教授も務めた。1937年に一部の還元楽作品をフェリックス・ロージェルに託して、ミューレは自作原稿の大半を焼却処分してしまった。彼はパリを後にして、プロヴァンスのドラギニャンへと移り、フレジュスを見下ろす家を構えて、姉妹や母と共に住んだ。 ドラギニャンでは1958年まで聖堂のオルガニストとして勤務し、その後は当地の施設において修道所の手伝いに従事した。彼はイザベルという女性と結婚したが、子供は儲けなかった。彼はドラギニャンに没した。ミュレは風変わり、あるいは幾分奇妙な言動を見せる人物であった。友人も少なければ、文通相手もおらず、孤独な生活をしていたために、 彼の生涯に関する情報は限られている。彼は88年の生涯を全うしたが、作曲を行ったのはそのうちわずか15年程度だけであった。彼は最後の30年間イント遁ン生活を送り、死亡した際には完全に忘れられた存在となっていた。パリの新聞各紙でミュレの死亡記事を掲載したものはなかった。現存する彼の作品もほとんど忘れられている。 シャルル・トゥルヌミールは、ミュレを称賛してこう述べている。アンリ・ミュレ、この風変わりで偉大な芸術家は神秘的な理想の囚われ者だ。穏やかな即興家かと思えば、ある時は世紀あふれ、ある時は経験になってみせる。偉大な中世の巨匠に被験し得る芸術家であり、彼の場合、現代芸術への造形も書くことはない。謎に満ちた試作家なのである。 主な学譜出版社は、ラデューク、セインアートである、注釈、ありがとうございます。